こんにちは、日本から来ました原拓也です。マスクブランクスを生産する会社に勤め、品質保証と管理を担当しています。技術発展の面では安徽省は量子化学という極めて未来のある分野で大きな成果を上げていると思います。同様にディスプレイ産業では安徽省の前途も非常に明るいです。現在産業のサプライチェーンはすでに整っております。中央アジアの経済の発展を導いて安徽省の経済もどんどん発展していくと信じています。日本にいた時と比べ、中国では私は多くの携帯アプリケーションを使って仕事を処理しています。ビジネスのスピードと効率は中国では非常に重要です。グローバル化の観点から見ると、多くの外資系企業が中国で子会社を設立しております。よく運営されていて、将来的にも中国での投資が続けられると思います。同時に中国は歴史の長い国で、中国式現代化というのは過去を恐れずに未来を積極的に受け入れるということだと思います。安徽省に対して感謝の気持ちを表したいと思います。政府が経済発展に対する一貫した支持と協力に感謝します。